ゴミの種類について確認してみましょう。大きく3つに分けて収集しています。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源物です。まず、燃えるゴミについてです。燃えるゴミで出せるものは、生ゴミ、紙おむつ、木製品、容器包装以外のプラスチック製品、革製品、ゴム製品などです。マッチも燃えるゴミで出せますが、発火の危険がありますので、必ず使い終わったもののみ出してください。これは燃えるゴミが実際に間違って出されていた事例です。燃えないゴミの袋の中に燃えるゴミであるビデオテープや洗濯物干しといったプラスチック製品が入っていました。燃えるゴミと燃えないゴミはしっかり分けて、それぞれの指定ゴミ袋に入れて出していただくようにお願いします。次に、ゴミが新聞紙に包まれていて、中身が確認できないものがありました。このようなものは収集の時に中身を確認する必要があります。ゴミの中身がわかるようにして出してください。しかし、割れ物なので指定ゴミ袋に穴が開いてしまう可能性がある場合があります。そのような時は、袋に穴が開かないようにそのものを包んでいただき、指定袋の表に割れ物ありなどと記入して出してください。中身が見えなくなってしまうような二重袋にはしないでください。